北斗市の皆様、こんにちは。北斗市ふるさと親善大使の藤彩子です。大変な状況の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。私もこのように東京の自宅で毎日きちんとうがい手洗いもしまして、責任ある行動を取りながらの日々を過ごしております。何よりも命を守るため、お一人お一人が責任のある行動をとって、そうすることによって一日もこの早い収束がかなって、笑顔で皆様とお会いできることと思います。長くなりましたけれども、この時間もお一人お一人が有意義に使って、私の場合はですね、可愛い猫たちと遊んだり、お料理をしたりとか、そうですね、絵を描いたり、歌を歌ったり、音楽を聴いたり、いつもできなかったことを、この時間をうまく利用して、日々をできるだけ楽しく過ごすようにと心がけております。まあ、いつもの年ですと、この時期北斗市の山とか空気、太陽、毎年この時期は遊びに行っておりましたけれども、残念ながら今年は、伺いません。でも一日も早い収束が叶ったら行けるんですよね。私も北斗市に早く行きたいです。だってやっぱり空気が違うもん。野菜も美味しいし、果物も美味しいし、もちろんお米だって、お水も美味しい。そんな北斗市が私は大好きです。どうか皆様、もう少しの辛抱です。一緒に力を合わせて、どうかこの新型コロナウイルスに打ち勝って笑顔でお会いしましょう。お元気で頑張りましょう。